どうも、竹野ネットです。今日もよろしくお願いします。今日は皆様おなじみビッグピートです。実は僕は初めてです。このボトルは去年2019年か、福岡のウイスキートーク福岡トークで抽選販売されたもので、抽選に当たって手に入れました。2019年に福岡のウイスキートークが10周年ということで、その記念ボトルですね。ですので、このピートおじさん、ビッグピートってあのピートおじさんっていうことと、なんかすごいビッグなピート、ピートがものすごく効いたみたいな意味をかけてるらしいですね。このピートおじさんのシャツにもウイスキートーク福岡10周年テンスアニバーサリーって書いてありますね。そしてここにはほらラーメンの、提灯が載ってますね。でここにザ福岡エディション、また写真は載っけます。じゃ早速飲んでみたいと思います。はい、ラベルは中も一緒です。では開けます。はい、開きました。アイラ島の、モルトだけを使ってます。書いてあるんですよ、ここにね載ってます。ここに、アードベック、カリラ、ボーモアとポートエレン、4つの蒸留所のモルト原子をバッティングさせた、いわゆるブレンディットモルトですね。はい、いっぱい入れましたですね。ビッグピートはノンフィルチルタード、ノンカラー、冷却ろ過をしてなくて色付けもしてないってやつです。だから色は結構薄めですね。あの薄いゴールド色してます。香りは意外とあれ、スモーキーさがあんまりかなと思ったんですけど、やっぱり飲むと非常にあのピーティーでスモーキーな感じです。大変美味しいです。アイラ好きの僕にとってはこれはごちそうですね。4つの蒸留所のね原子が混ざってるっていうことで、ちょっとじゃあロックでどうなのか、ロックでも飲んでみたいと思います。はい、ではロックできました。いただきます。美味しいですけど、ストレートの方がいいかな。ストレートで水をさっきしなかったんでしていますね。はい、ちょっとだけ加水してみました。あ、これは加水で美味しくなりますね。かなり味わいが、いろんな味わいが出てきます。うまく表現がね、すいません、できないんですけど、なんだろうな、スモーキーでピーティーの中に何かこう甘いものを感じますね。フルーティーな。ロックはロックで、まあロックでもやっぱりあのフルーツの感じがします。美味しいです。では最後に、もったいないけどハイボールにします。炭酸水はいつものソーダストリーム使ってます。はい、ではハイボールいただきます。あ、もう完全に薄まっちゃいました。やっぱもったいないですね。やっぱね、ストレートに加水、まあお好きな方はロックかなぐらいです。ハイボールまでするとちょっと個性が飛んじゃいますね。もったいなかったです。やっぱりビッグピートはストレートで飲むと本当にビッグでした。
これはやっぱりね、ぜひストレートかちょいかすいぐらいで、味わっていただきたいなと。まあ福岡エディションはね、もう多分手に入らない、ネットで、オークションでこの前出てるの見ましたけど1万5000とか、2件ぐらいしかもう大手オークションサイトでは出てなかったんですけどね、1万5000とかそのぐらいで売られてました。まあそこまで出してね買わなくても普通のビッグビートもありますし、ただこれ図柄がね、絵柄が福岡の10周年記念ということなんで、抽選に当たってよかったなと思ってます。はい、ということで今日はビッグピートを飲んでみました。名前の通りビッグなピートが香る、すごくスモーキーで奥にフルーツの感じが感じられるような、ウイスキーだと思いました。なかなかうまくテイスティングができませんけど、今日はそのような感じでした。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。タケオネットでした。